こんにちは、豊かの発掘シリーズ、はい、さあ第2弾ということで、前回は、はい、コメント欄に阪神のいつぼ選手を取り上げてくださいというところで、はい、豊かさん取り上げました。これが結構反響ありまして、まあ、反響というよりも反響起きるぐらいの素材だもんね、はい、素晴らしいですよね。 いい素材だと思うし、はい、早く見たい選手の一人だよね、いつぼ選手。そうですよね、はいはい、好評だったのでシリーズ化していこうと、決まりました。はい、コメント欄にまた来ていたので紹介するんですけれども、はい、豊さんと、はい、阪神のドラフト2位の門別圭斗選手を、まあ、投手なんですけど取り上げてくださいと来ました。あのこの前さ、はい、コメント欄に、はい、巨人ばっかりじゃなくて阪神ネタをやると回るっていうのが分かりましたねとか言って書かれてたんだけどそういうわけではないわけよ。そうですよ、コメントで取り上げてコメントだからね。そうよ、そうなんですよ、はいはい、なので阪神阪神になってはしまうんですが、はい、阪神の今日はドラフト2位門別圭斗選手を、はい、ピッチャー取り上げたいと思います、ね、ドラフト2位、はい、北海道の門別町を出身、はい、182センチの82キロ、東海大附属札幌高校出身で、はい、うん、もう1年の秋からエース、はい、で3年の時にはなんと1試合で20奪三振を記録したというピッチャーです。すごいよな、7個しかアウト前に飛んでないんだから、はい、いやすごいですよね。実はこの門別投手が先日2軍の公式戦で初の先発、まあはい、その前は中継ぎで投げてたんですけれども、初の先発のマウンドを踏んだというところで、まあ、岡田監督も今の段階だとこれで十分じゃないかなと余裕のよっちゃんだよね。かなりそうですね。いやいや、そう、岡田監督は余裕あるよ、ピッチャーに関してもな、まあ、あれだけ、ね、まあ、いくらいてもいいんだけどね、ピッチャーっていうのはね、はい、でまあ、その試合も5回3安打1失点でいいピッチングだったというところなんですけれども、はい、まあ、豊さんにもちょっと動画を見ていただいたんですけれども、まずどんなイメージ受けましたか。角度があるなって思ったね、はい、まずはやっぱこうクロスファイアーに、あの右回ってあの膝元にね、はい、食い込んでる球はいいなっていう角度があってね、まあ、それは思った、まあ、それとやっぱり映像ではちょっとわからないけども、それだけ三振が取れるっていうことはやっぱ質がいいんだろうなと思って、ま、うん、っすぐの、はい、奪三振率っていうのが 13% ぐらいあるわけでしょ、はい、三振の取れるピッチャーが一番ありがたいもんね。そうですよね。あ、まあ見た感じではストレート、カーブ、チェンジアップ、ツーシーム、はい、まあ、これを投げ分けるんだけどもさ、今の段階で言えば変化球を投げるときとストレートを投げるときのこうフォームが分かれるわ。あ、うん、だからあの変化球を投げるときにはちょっと気をつけた方がいい。相手バッター分かってしまう。一軍レベルだとすぐ分かる。へー、だからどっちがちょっと緩むんだよ。変化球のときはファッと緩むから、あ、だから変化球ってタイミング取り出したら分かるよ。ただこれもやっぱり1年目でしょまだ、はい、だからこれは解消されてくると思う。ああ、いや、そしたらもっと三振取るようになるから。あ、さらにですか。さらに取るようになる。今の段階で言えば変化球の精度はあんまり良くないね。うん、やっぱまっすぐは素晴らしいけど、はい、まあ、これからどん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 磨いていけば、はい、まあ、昔いた井川ぐらいの感じになるかもわかんないね。すごいですね阪神。いや、すごいよ。角度はもっと持ってるし、はい、そうですね、井川よりもね、はい、ただ井川のチェンジアップっていうのは投げた瞬間から糸を引っ張ってんじゃないかっていうぐらい抜けてたから、うん、腕を振って、はい、だからそういうチェンジアップを習得すると、まあ、間違いなく勝てるピッチャーになるよね。お、素晴らしいです。あの映像だけですけど高めっていう風にいく感じのピッチャーですか、低め。いや、だから、まあ、今はまだ低め低めっていう風な、うん、意識しかないと思うんだけど、うん、まあ、コーチも勉強してるだろうと思うし、うん、やっぱこの子が一番三振を取れるところはどこなんだってとかね、うん、まあ、そういうところを見ていくとやっぱ高めにもあると思う、うん、角度があるピッチャーじゃないんだよ。ある程度横の角度を持ってるピッチャーなんだよ、はい、それはちょっとね低い位置から高めに投げるようなここら辺を右バッターのクルクルもある。この子のボールは振っちゃうんですね。振っちゃうと思う。もう阪神いらんだろピッチャー。いや、まあ村上昇貴投手もね今年パーッと推薦村上もいる、まあ、若手から言うと西純也がいる、はい、森木がいる、
才木投手もいますし、もういらんやろまだまだドラニでいましたね、うん、で現在は門別投手フォーム向上のためにトレーニングを積んでいて、うん、一番力を入れているポイントが上半身の使い方ということで、それを、まあ、エグサ二軍投手コーチとか福原投手コーチと一緒にフォームのチェックをしながら、うん、理想を追求する日々を毎日送っていると。まあそうだね、うん、まあ今の現代野球ってさ、はい、あの昔は下半身下半身って言われてたけど、今やっぱり上体の力とかね、大きな筋肉をつけて、やっぱ故障しないような筋肉もつけるという、はい、だから上体で投げる時はあるんだけど、この子の癖ってまっすぐの時は素晴らしいフォームで投げるんだけど、うん、要は変化球の時に首がこう振れるんだよ、余計に曲げようとしてるのかどうか知らないけど、はい、首が一つのポイントを握ってるというか、はい、だから首をあんまり動かさない方が、まあ、反動として使うピッチャーいるんだよ。松坂ってこうやって使うでしょ、はい、この子の場合変化球の時だけそこの反動を使って曲げようとするんだよ。だからそこだけは早めに直しといた方がいいかも。うん、やっぱ精度が落ちる、はい、うん、だからまっすぐの時もある程度こういう反動を使いたがるんだけどね、うん、カーブとか大きく曲げようとする時だけちょっと首が少し触れるんだよね、はい、だからそこだけはちょっとねやっぱ修正しておかないと、うん、コントロールという面では変化球の精度は悪くなる。あ、まっすぐの精度は今でも抜群にいいよ、はい、抜群にいいし、だからそれを高めとか低めとか投げるようなことをやっぱ練習していけばいいけども、うん、やっぱ要はまっすぐだけで勝てるピッチャーっていないから、はい、だから変化球の精度だとか変化球の投げる時の緩み、うん、まあ、そこだけはやっぱりこう直した方がいいよ。そこですね。あともう一点、本人的にはその体の回転を縦方向にして上から投げるのが理想のイメージなんですが、今は縦じゃなくて横に行ってる感じがするっていう風に。それでいいって。あ、それでいいんですか。それで俺はいいと思う。直さなくて。これはね、人の体の使い方で、だから角度があるって言ったじゃん、はい、だから手の位置が低いって言ったじゃん、はい、低いから三振が取れるんだよ。それ直さない方がいい。直したら角度がこう縦になっちゃうから、はい、三振取れなくなる。ああ、横で角度があって、はい、低い打点から上に来たら鬼に金棒だ。そうなんですね。と俺は思う。それと横になってるっていうのは、はい、この子が持ってる腰の回転のスムーズな回転なんだよ、うん、これを無理やり縦にしようとすると、今日は横になってるとか縦になってるとかじゃなくて、うん、普通に投げたら横になってるんだから横でいいって。もう自然なままなんでいいんです。自然なままでいいって。その方が故障しないし。あ、そうなんですね、うん、この動画を見てほしい、ね、いやだからそれは俺が言ってるのが本当に正しいかどうかっていうのは、はい、映像だけだからちょっとわからないけども、はい、本当にそういうふうに本人が感じてるんだったら、うん、俺はそれは縦に変えるっていうのは危険なことだよとは思うけどね、うん、へえ、うん、いいんだよそのままで。ただもうポイントは、うんうん、とにかくその変化球の時に緩まないということ、はい、それと変化球の時首を大きくあまり使わないということ、うん、これはもうバッターがバレるから、はい、まっすぐと同じように変化球が投げれたら、うん、一軍にすぐ上がってくる。見たい。見たいやろ。見たいです。それと、はい、今の現代のバッターの軌道がある、うん、それをどういう形で他球団の選手はやってるのか、うん、今から見といた方がいい。上から叩きに来るレベルで叩きに来るバッターなのか、ちょっと煽りで来るバッターなのか、それによってまっすぐの投げる位置が変わるから。だからそう、今から勉強しとけよ。そうですね、今から勉強してたら鬼に金物になるから。すごい。それ、いや、飯を食うってそういうことだから。はい、まあ例えば DeNA と対戦します。あ、このバッターはちょっとアッパーに出てるから高めの胸元行ってやる、うんうん、それができると面白いようにね三振取れるピッチャーで、はい、今軌道によって使う変化球も、はい、軌道によって投げる高さのまっすぐも変わらなきゃおかしいんだよ。そうですね。あ、だからそれを今から、自分のことも大切だけど、うん、今からテレビを見ながら、俺だったらここに投げる、このバッターだったらここに投げるっていうことをしっかり考えてたら、はい、三振バンバン取っていく。もう脱三振症になれるピッチャーですね。そうそう、まあ、そこまで、まあ、コーチが教えてあげないとね。そうですね。そう。いや、ファンとしては早く一軍で見たいっていう思いも強いんですけど、岡田監督は今、まあ、ピッチャー陣いますし、慌てない慌てない見たい
例えば 今言ったね、はい、腰の回転とかあんまり気にしないでまっすぐの投げ方はもう抜群でいい、うん、で変化球の投げ方は緩みと首、うん、これが治ってきたら早く上がってくるよ。早く上がって結果をすぐ出そうと思うんだったら、うん、今からどこのテレビでもやってるから野球ってね中継あるでしょ。そうですね、だから自分がマウンドに会った時にどういうふうな組み立てをしてこのバッターを抑えるかっていう、うん、もうイメージも今から作っといた方がいい、うん、絶対早くチャンス来るからこの子も。その方が近道ですね、うんうん、そうしたら村上が出てきた、うんね、7回まで完全変えられたよみたいな、ありましたね、はい、ノーノーね、はい、あのモンベス君、うん、モンベス君が出てきて、はい、え、こいつも村上の左かみたいな。そう、右左で、あ、もう変えられたみたいな、まだもうそのぐらいの精度のいいピッチャーになってくる。そうですね、うん、ただし今から勉強しなきゃダメだよ。そうですね、うん、それがやっぱりあの自分の支えでよりよくより長く野球人生やっていきますもんね。そうそうそう、まあ、今日のね、あの豊さんのこの動画では、はい、門別慶斗選手取り上げましたけれども、まだまだ皆さんから うちのひいきのチームにこんないい選手が2軍にいますと取り上げてください、募集します、ぜひコメント欄に書いてください、ね、でね、ちょっと一回調べてもらって、はい、あれこの子の映像がないなと思ったら、はい、映像を概要欄まで送っといてくれたらそれしっかり見て、ね、ね、あの伝えるようにするから。そうです ね、はい、次は誰だ出てこいやみたいな、そんな感じだね。いいですね、はい、はい。